名探偵、コナンピアのソナタ、月光殺人事件は、漫画、名探偵、コナンのエピソード及び、通算18番目の事件。本作は、アニメ1000話目の時点で、原作も含めてコナンが唯一犯人を死に追いやってしまったエピソードであり、コナンは犯人を推理で追い詰めて自殺させたことをひどく、後悔し、推理で犯人を追い詰めて自殺させるような探偵は、殺人犯と変わらないと。 コナン自身の心境面で強い信念を持つようになった一つの節目ともなった事件でもある。後にこの件についての思いを込めたコナンの言葉を聞かされた服部平次は自殺しようとする犯人を銃撃されながらも守るなどコナン経由で間接的に本編における平イの探偵としての教示にも影響を及ぼすことになった。原作者の青山豪将も 犯人は死なせません。月影島の話だけですね。最後に犯人が自殺して終わるのはと、本作の犯人の最後が特別なものであるとのことで、コナン役を演じている高山みなみも本エピソードについてずっと心の中にあり、これからも心に留めて演じていきますと語り、青山と高山が対談した際にも本作について触れられ、印象に残っているのは、やっぱり、 月影島の事件と語られるなど、制作サイド側の関係者間でも特別なエピソードの一つであることが公言されている。また、本作を特別なものにしたのも、青山が粉の描くにあたって求めた探偵像が犯人を殺さずに、ちゃんと捕まえて罪を償わせるで、本作で意図的に例外を描きたかったからとのこと。 アニメ版は1996年4月8日に初の1時間テレビスペシャルとして日本テレビ系列で放送された。2003年9月22日にも再放映1時間スペシャルとしてデジタルリマスター版が放送された。再放映時の OP では青山豪将が登場しており本作に関したインタビューを受けている。2021年にはアニメ名探偵 コナン放送1000回記念プロジェクトとして、再起動版は3月6日と3月13日に2週連続の前後編で放送された。ピアニストの小林愛美が劇中で流れる猫踏んじゃったと月光そなたの演奏を担当する。リブート版では、コナン、ラン、メグル以外の声優がオリジナル版と異なっている。麻生刑事という男から、 意味深な手紙と依頼料50万円が届き、コナン、ラン、小五郎は、伊豆沖の月影島に向かった。しかし、村役場で、麻生について話を聞くと、ピアニストだった麻生は12年前に島で、一家侵入していたと説明されてしまう。折しも月影島では、村長選の真っただ中で、コナンたちは、探偵事務所に来た手紙の送り主を探すため、聞き込みを開始。 手がかりを求めて、島の公民館を訪ねると、麻生の友人だった月影島の前村長、亀山の三回忌の法事が始まろうとしていた。そこで、コナンたちは一代の都市代物のピアノを発見する。そのピアノは麻生が死んだ日の演奏会で弾いていた、呪われたピアノと呼ばれていて、さらに前村長、亀山にも死をもたらしたとのことだった。そして、法事中に、 月光のメロディが流れ、その直後に村長候補の一人で村一番の資産家、川島の歴史体が発見される。見つかったのは室内だったが、川島の遺体は濡れていた上、上着が公民館に面した海に浮いていたことから、川島は公民館に面した海で溺死させられ、直後に公民館まで運ばれたと推測された。 このことからコナンは、例の手紙が、殺人予告で、さらに次の殺人の可能性を推理する。翌日、役場で本庁から来た、めぐれ警部たちによる法事の際に、公民館にいた、村民38人の取り調べが行われるが、今度は、役場の放送室で、現村長、黒岩が視察され、さらに公民館で、麻生の幼馴染であった、西本の首吊り死体まで発見される。 役名、担当声優は、オリジナル版、リブート版の順に記載。一人しか記載されていない場合は同一のキャスト。容疑者、被害者関係その他のキャラクター2021年に、放送旋回記念プロジェクトとして本作が、伝説の神回に選ばれてリブートされることを、プロデューサーの米倉光人は、名探偵コナンに関わる一人の人間として、伝説の神回の、 再起動に携われたことを幸せに感じます。おそらく関係者全員、声にはしませんが、そのように思っていますとコメントしている。2020年12月16日に、名探偵、コナン放送1000回記念プロジェクトが始動し、第1弾の企画として、再起動される神回を当てろ、が発表された。これは、1000万目で最新の制作陣や技術によって、 新しく作り直すイコール再起動する伝説の神会と呼ばれるエピソードを予想する企画となっており、そのヒントとして3枚のビジュアルが公開された。ビジュアルには、工藤新一、怪盗キット、ハットリ平次による伝説の神会にまつわるセリフが描かれているほか、背景にも伝説の神会を含んだ数千枚にも及ぶ過去の人気エピソードのカットが散りばめられている。 2021年1月13日には、ハイバラアイ、モーリコゴロー心を、モーリランを描いた追加ビジュアルが公開された。1回記念プロジェクトの第二弾として、ザベスト・オブ・オプトがスタートし、アニメ、名探偵、コナンの公式 YouTube チャンネルで歴代のオープニングテーマとエンディングテーマの全115曲が2021年1月8日に一挙公開され、人気投票の結果、 1>, 1位が、ワンズの真っ赤なリップ。2位が、暗き前のシークレット・オブ・マイ・ハート。3位が、小松美穂の謎となった。また、本作のリブート発表後から視聴者参加型の、YouTube 企画、コナン月光チャレンジが行われている。2021年3月6日には、全編放送直後のバラエティ番組、満点は青空レストランに、コナンの着ぐるみが、 高山みなみの声入りで登場し、旋回放送の報告や劇場版第24作、ヒーローの弾丸の告知を行った上で退出した後、それ以降のナレーションを産休中の水木奈々に変わる形で高山が担当した。ありがとうございます。